あれが一体何だったのか、ちょっと奇妙な現象がね、方角のひとときっていうのラジオ入れておいて録音ボタンを押してっていう、忘れちゃいけないと思ってね、この時計を置いてたんですよ。でもこっちはねアラームをちゃんとしてるからと思って、こう横にするとこうやって、うん、不思議。こんにちは、清本裕次郎です。これはね、何年か前にちょっと奇妙な現象がね家で起きたことがあったんで、その時の話を、しようと思います。これはですね、調べてみたらね、2018年のね、12月だったのかな、NHK の FM で邦楽のひとときっていう番組があるんですけど、それで梅川っていう曲の盾を弾かせてもらった時の話というか、それの放送日の話なんですよ。うん、で、放送日が12月のいつだったかな、だったんで、その前からお稽古に行った時に、今度放送がありますから梅川盾弾いてますんでよろしくお願いしますなんて言ってた。そしたらお弟子さんの中の一人がラジオを聞けないというか、ラジオ持って、今時ねラジオってあんまなかなか持ってない人も多いと思うんですよね。うん、なんかちょっと聞く環境がないので、聞けないので録音しておいてくださいって言われて、頼まれて録音を、うん、それで、録音しようと思ったんだけど、今だとスマホでも聞けるし、何、聞き逃し配信っていうの、放送日が終わって1週間はそのアプリとかで聞けるんですよね。だからまあそのリアルタイムに聞けなくても録音もできるし、まあ聞くこともできるんだけど、当時はそれなかったんで、もう時間になって、僕だったらコンポなんですけど、時間になったらそのもうラジオ入れておいて録音ボタンを押してっていう作業をしないと録音できなかったのね。でね、番組はね、まあ今もそうなんですけど、午前11時20分に放送開始なんですよ。うん、忘れちゃいけないと思ってね、スマホのアラームをかけておいたんですよ。でまあ放送時間まで、まあちょっと三味線でも弾いてようかな。で三味線弾いてた。これ後で気がついたんですけど、僕スマホのアラームを11時20分からの放送だったのに勘違いして11時半にセットしてたのね。うん、でもこっちはねアラームをちゃんとしてるからと思って気にしないで三味線弾いてた。そしたら当時、僕が三味線いつも弾いてる場所の目の前に、今は違う時計を置いてるんだけど、その当時はこの時計を置いてたんですよ。よく持ってる方も多いと思うんですけど、 IKEA とかで売ってる本当になんてことない時計なんですけど、これねこう横にするとこうやってなんかストップウォッチとか、温度計とかになってこう光ってピッてなるんですけど、この時計が11時17分に今みたいにで光って音がしたんですよ。触ってないんですよ。今みたいに動かしゃねなるけど、弾いてますからね。と思って、あ、17分だと思って録音したんですけど、この時計が鳴んなかったら完全に聞きそびれたというか、最初頭から録音をし損ねてたとこだったんですよ。その後何度調べてもアラームをセットした形跡もないし、とにかく触ってないんで鳴るわけもない。あれが一体何だったのか、あの後も、今までも一回も鳴ったことも光ったこともないんです。あの時だけです。後にも先にも、うん、あの時だけ急に11時
17分放送の3分前に僕にお知らせをしてくれました、この時計が。うん、不思議な、未だにわからないけど教えてくれました。まあ、おかげで録音はできましたけどね。うん。